こんにちは、シーバードです。今回はこちらスクワイヤーのクラシックバイブのレビューになります。今回も千葉県船橋市の千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。このスクワイヤーというギターはですね、皆さんご存知かと思いますが、フェンダー直系の下位ブランドになります。なのでお手頃価格で購入できるイメージがあると思うんですけれども、このスクワイヤーにはですねランクがありまして、このクラシックバイブというのはその中でも一番上の上位機種になります。で今回ですねアフィニティという一番ランクの低いギターも借りてきております。これもスクワイヤーですね。もうねこのクラシックバイブとアフィニティはもう別物です。全然違いますね。もう言うなればこのクラシックバイブはフェンダージャパンよりもいいんじゃないかっていう風にぶっちゃけ僕は思っております。まずねもう作りがね全然違いますよ。弾き心地の良さっていうのはね、このバリもすごい綺麗なんですよね。すごくネックが整っていて、でしっかりしたメイプルと塗装、ネックの太さもベストマッチするようなサイズ感、そしてこの綺麗な色とペグもしっかりしてます。これメイドインインドネシアなんですけれども、インドネシアクオリティめっちゃ高いなっていう感じですよ。アフィニティの方をご覧いただきましょうか。まずネックに塗装がないんですよね。ネックのフィット感も全然違うし、こんなにもね弾き心地の良さがね全然違うのかっていう感じで、本当に同じメーカーとは思えないですね。まあ、音じゃない部分で全然違う点を話していきましょうかね。まずはネックのお話からさせていただこうと思うんですけれども、最初握った時に全然太さが違うなと、めっちゃこっちのアフィニティは太すぎると、これはなんかもう握り心地が良くていい感じの細さだなと思ってたんですけれども、実際に測ったらですね、この12フレットのところでほんの1ミリちょいぐらいしか差がなかったんです。そうなのでフィット感っていうのはネックの太さじゃないんですよね。このネックの丸さであったりとか、このバリが綺麗に貼られているところとか、そういった上品さというかですね、しっかりした作りになっているっていうのがこのネックをですね細く感じさせるというか、すごくフィットする感じに思わせてくれたということですね。そしてこちら裏を見ていただくとですね、ネックの塗装、これもですね握りやすさ引きやすさを大きく変えている部分だと思います。そして続いてはですねペグがですね全然違います。クラシックバイブのペグはフェンダーのものなので非常に安定感があって、回すのもスムーズですね。でアフィニティの方はギコ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 言ってですね、例えば合わせづらいのとチューニングが狂いやすいっていうのがあります。でこの後音を聞いていただくんですけれども、弾きやすさがね全然違うので、もしかしたらアフィニティの方が雑に聞こえるかもしれないんですけれども、決して雑に弾いてるわけではないんです。まあそれぐらいですね、弾きやすさっていうのは音にも影響してくるっていうのをお聞きいただけたらなと思います。